宮原獅子舞とは、岡山県三坂市にある天栄神社の獅子舞である。宮原獅子舞の演じられる里は、岡山県の東北部兵庫県と境を接した農村集落である。この地方は、古くから大和文化と出雲文化の交わるところで、伊勢の獅子舞と備中神楽の接点にもなっている。獅子舞が奉納される天栄神社は、 天平十年の創建と言われ、旧吉野里の創者で、猿田彦命を祀っている。この地方は、古くから晩州と交流が深く、生活、文化に影響を受けてきた。獅子舞は、約300年前に、晩州阿公より伝わったと言われている。獅子舞の舞の中にも、阿公八州、阿公道と呼ばれるものがあり、その繋がりを表している。獅子舞は、毎年、 うじ子の和歌手により、旧暦の発作から練習を始め、10月に行われる、天栄神社周期大祭に奉納されてきた。奉納演舞は宵宮、本宮、高級と3回行われ、それぞれ夜、神社境内、昼、5名のお旅所、夕方、神社境内で、各1回待ってきた。明治期になり、神社統合があり、天栄神社では秋祭りに、宮原部落、5名部落、 金子部落の三部落の氏子が、毎年交代で、華やかに死姉妹を競っていた。ところが、第二次大戦後の昭和30年代、若者の流出、娯楽の多様化という社会変化に伴い、最後まで奉納していた宮原部落も、昭和33年を最後に死姉妹を中断してしまった。地域おこしの機運が高まった、昭和55年に、 宮原部落70個の総意のもと、獅子舞保存会が結成され、この年の秋祭りに獅子舞の放納演舞を復活させ、以後、途切れることなく、現在に至っている。この間、昭和61年には、岡山県重要無形民族文化財の指定を受け、また、平成7年には練習、上演場所として、宮原自姉妹伝承館が新築された。 瀬戸大橋博、神戸ポートピア博、中国四国ブロック民族芸能大会、平成5年にはインドネシアで行われたバリ国際アートフェスティバルに招待されるなど、全国各地で行われるイベントにも参加している。獅子舞の構成は、伊勢笛、太鼓の生やし方と、お寿司一頭。脇役として、花鷹、おたふく、やつ、踊り子からなっています。舞は多で、 十八演目あり、時間にして約二時間半を要す。神楽、導きの新自前に始まり、悪魔切りで儀式前を終え、余興前へと進み、獅子は野山に遊び、餌を探し、美女と戯れ、奴とふざけ、疲れて眠り、最後に無理やり起こされて乱舞し、幕となる。途中の舞では花高、おたふく、踊り子が登場し、軽を、可憐な仕草で舞を盛り上げる。 獅子舞の特徴としては、十八種の演目の多さと、物語性、娯楽性があり、また、獅子も、銅幕の中に三人入り、より獅子の動きを大きく、リアルに見せている。また、大人の肩の上に、子供が上がりまう、自子子も珍しく、これはかつては、大人が大人を肩に上げ、芸を披露していたものの名残である。かぐら導き役紛れ八種アコ八発道、アコー道。 伊勢節連新志士、サラサラ志士吉野餌十前餌十中餌十五、自死死疑音早し十七からに、殺災さいし、ありがとうございます。